Oi, Emi! Goke! One of you will help me! セフィロス、これが英雄のやることか。
俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。よくもパパを、よくも村のみんなを。Thank you.
事な時には来てくれるって約束したのに。俺だよ母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪ったあいつらが。悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。母さんも、よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし。やがて、星の支配者となる。信頼していたのに。お前はもう、俺の知っているセフィロスじゃない！俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 、英雄セフィロス訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのはシンラだ。奴らやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかくシンラが全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうか、いる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに。ごめんね、しつこくて。でも、気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん。こうや、慣れてなくて疲れちゃった。背中、ガチガチ。
ちょっと触らせて。大変。でも、なんとかできるかも。部屋行こう。今日はこの辺にしとくか。結局、セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに？多分。私も取られたのかな。何を？私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。クラウド、起きてる？